ジャスコ時代オンモール名和は、三重県滝郡名和町に所在し、イオンリテール株式会社が開発、イオンモール株式会社が管理、運営を行っている、ショッピングセンターである、旧中核テナントのジャスコ名和店にちなみ、地元の老若男女に、名社と呼ばれている、このショッピングセンターが開設される以前、名和町には大規模な商業施設はなく、住民は隣接する玉木町のジャスコ玉木店や、 松坂市、伊勢市へ買い物に出かけることも多かった。本 SC 開設後は、三重県南部で唯一のシネコンがあることなどから、名和町のみならず、周辺市町からの買い物客が訪れるようになった。2001年7月21日の開業時には、三重県中南西地区で最大規模のショッピングセンターと宣伝が行われ、三重県下発出店の上新電機とシアトルズベストコーヒー。 同年8月11日開業のシネコン109シネマズ名話が目玉とされた。シアトルズベストコーヒーは2011年8月31日に閉店。本 SC 開設から2年後の2003年にジャスコ玉木店は閉店となった。2006年には東隣にングループとは無関係の複合商業施設ブライトガーデン名話が開店している。建物は 鉄骨づくり地上を2階屋上を駐車場でイオン名和店を各に67の専門店が入居している。詳細はショップガイドを参照イオン名和ドリームナビは毎週日曜日の12時 -12、30に放送されていたミエ FM 放送制作の4モール名和に関するラジオ番組2010年3月28日まで7年にわたって放送された。 毎月月末日曜日に14時からイオン名話で公開録音を行っている毎週金曜日の11時30分 -11、55から毎週土曜日の同時間帯を経て上記の放送時間帯と変遷した番組内のコーナー厚のミュージックナビでは三重県のアマチュア音楽家を紹介し3ヶ月に一度コンテストを実施していた 優勝者の演奏した楽曲がエンディングテーマとして流されていた。アツトエリカとみんなのラジオは2010年4月2日に放送を開始した毎週金曜日の11時30分 -11、55に放送するミエ FM 放送制作のイオンイワショッピングセンター提供のラジオ番組イオンイワドリームナビと同様イオンモール名ワで公開録音を行っているありがとうございます。